ミルクサッカーアカデミーの上までございます。ナオミルク佐藤でございます。先生もよろしくお願いいたします。さあ今日は何じゃろうなということでこちらです。ドン、あ、台所事情シリーズベルギーリーグ変区編。いや、そうだ、新シリーズが始まってまして嬉しい。ついにこれも始まりますね。そうなんでございます。というかシーズンはもう始まってる。それどころかもう2試合終わった、そうですね、状態で取っておりますと。なるほどなるほど、はい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 、ということで、まあ、やっていきたいんですが、まあ、ヘンクという、そうなんです。はい、で、ヘンクというチームは、もしかすると結構な数が、これから移籍がありそうかもしれないっていう状態なので、今のうちやっておかないと、まあ、もしくは伊藤純也選手がいなくなってしまうっていうのもあるので、まあ、移籍しなかった場合に備えて先にちょっとやっておこうかなということで、ちょっとやってみました。わかりました。お願いします。じゃあ見ていきましょう。はい、こちらでございます。はい、ダント。はいはいはい。こんな感じでございます。うん、まずは表の見方からいきたいと思います。はい、ます上の部分がですね、今期からの新しい表となりまして、先シーズン含めた過去3シーズンの、ま、監督だったり、順位だったり、1試合平均の勝ち点、得点、失点だったりの成績面を書いておきました。そして真ん中の部分ですね、ピンクの部分がゴールキーパー、はい、そして青、水色と右側に行くごとにセンターバック、サイドバック、はい、そして守備的ミッドフィルダー、攻撃的ミッドフィルダー、そしてサイドアタッカー、センターフォワードとなっておりますと。はい、で選手の左側にね、なんかいろいろあると思う、なんか BM とか LB とかいろいろあると思いますが、それぞれの役割みたいなものなので、重要な選手はあたり後ほどね、細かく見ていこうかなと思いますと。で下の部分は、インとアウトとあると思いますが、今回の移籍現状で、行われたものが、入ってきた人がイン、出てた人がアウトということで書いておきました。ありました。はい。はい。縦軸は ね、世代になってるわけですよね。オリンピック世代ごとの生まれ年、現在の年齢ということで。はい。はい。となっております。ってことで、まずは見てみると、なんと、伊藤純也選手、上から、本当だ。2番目。はいはいはい。28歳。93年生まれですもんね。そうなんですよ。はい。で、今このチームなんです。ね、全体的に。はい。というか、一番すごいの、ピンク見てよ、みんなと。ゴールキーパー、最年長がパリ世代です。2002年生まれですかね、確かね。珍しい。そうなんですよ。というか、普段のスタメンが、ファンデフート選手ゴールキーパーで、センターバックがマッケンジーとサディックなんですよ。はいはいはい、だから、1990年代生まれ、異例っていう。すごいですね。大学のサークルみたいな感じじゃないですか、そう。いや、そうなんですよ。うん。しかもサイドバックも、右がサイドバックの最年少のプレシアードで、はい、左サイドバックがその一個上のアルテアガなので。大丈夫なの？客席に可愛い子ちゃんとかいたら、もうチラ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 見ちゃう年ですよ、これ。そんなことないね。でも本当それだけ、もう各国の、相当もう最たるような方々がみんなこうガーッとこう集まってきてるというところなんですね。まあ、育成リーグのね、トップチームってことですもんね、この辺はね。そうなんですよ。はい、ヘンクというチームは皆さんもうね、ミルアカでももう3年ぐらい取り扱ってきたかなと思うんですが、はいはい、毎年どころか、移籍のタイミングって夏と冬と2回ね、あると思うんですけれども、ね、毎回そこの移籍のタイミングで、このチームのいわゆるエース格が抜けていくというチームです。なるほど、なるほどね。で、この、はい、で、今回はまだ動いてないんですよ。ああ、なるほどね。今年はなんかコロナ関係で鈍いからね。そうなんですよ。チームが。はい。で今年の夏動くんじゃないかと言われているのが、センターフォワード最年長のオヌアチュ選手、そしてウィンガーの最年長伊藤純也選手、そして、黄色のね、右から3番目の黄色の列の上から2番目になんかオレンジでいるトルストベット選手、あとは伊藤純也選手のちょっと下にいる、左ウィングのボンゴダ選手、この4人が動くんじゃないかとも言われているんですが、まだ動きはないと。大体このぐらいの年齢でね活躍して卒業する感じになってるんですか。そうなんですね。ヘンクに 2,3 年いて、まあ高くそれこそ売られていくみたいな感じなんですよ ね。はいはいはい。ということで、まあ左からもう一回見ていきたいんですが、まあということで大体がもうファンデフートがやってるって状態なので、ただ、なんかよく考えれば、日本でもね、最近柏の佐々木選手だったりだとか、あとは、例えばね、まあ今ね、オリンピックやってますけど、谷選手、大迫選手、鈴木大音選手なんかこの世代だったりするので、まあここら辺のね、いわゆる新世代ゴールキーパーとしてがだんだん切っていって、世界中でも出てきてるの。なるほどね。
いうところ、ね、ディフェンシブゴールキーパーってことなのファンデフルト。そういうことでございます。セーブがね、かなりかけているって選手なんですよね。なるほど、特徴、ね。ってのも、はい、なんで彼がじゃあ後ろで、最近だったらこうビルドアップ系のゴールキーパーが望まれてるなんてこともあるけれども、実はその右側、センターバックのマッケンジーとサディックっていう、ここの二人の選手が、普通のね、ノーマル型のセンターバックと書きましたけれども、はい、配球上手いんですよ。ほう。そうなんです。やっぱりね、現代型。そうなんですよね。で、あと配球もできるんだけど、よりすごいのが、より、それ一個さらに右側に来るんですけど、はい。サイドバックのお二人が、ちょっと一級品。ユクレラ。最年少二人のアルテアガとプレシアガ。おー、へー。もしかしたら3年後、4年後とかで、メガナクラブに行ってる可能性が、ね。メガナクラブの方にね。うん、これ左右分かれてるんですか、アルテアガ。そうです、右のプレシアードと左のアルテアガという選手になります、はい、うん、右のプレシアード選手はまあフルバックとも書きましたが、うん、FB でね、本当ね、縦横無尽にもう最一番奥のところまで行くんですよ、攻撃の攻め上がるってことですか。そう、伊東純也選手が結構中に入ってくるのもあって、右のサイドのレーンはもうプレシアードのものになってます、うん、それでフルバックっていうの、もともとね、実は海外だとサイドバックのことフルバックって言ったりするんですけど、個人的にはサイドバックっていうところをもうちょい活かして言うんだったら、なんで、なんだ、言葉の定義で言うと、フルバックはそうやって、もう一番奥の方から全レーン使うよって人のことよりフルバックっていうなってところがあったので、そう使った。なるほど、わかりました。へぇ。そして左のアルテアガ選手はこれ、ディフェンシブポイントガードみたいな感じでちょっと書いてみたんですよ、DP と。実はね、このアルテアガ選手って、実は他の動画ですでに出てきてる選手なんです、ミルアカの中で。ミルアカで1ヶ月ぐらい、7月、6月かな、に出した、東京オリンピックのメキシコ予想メンバーの中に入っていた選手で、はいはいはい、本来であればメキシコ代表として東京オリンピックに来るはずだった選手なんですよね。で、ちょっとクラブの要望とかもあって来れなかったって選手なんですが、そうなんです。残念。だメキシコで今だからちょっとトップクラスの選手となっております。アルテアガ。クロスもできるんですが、左の起点役になって、いろいろこうボールを散らしていくな、ね。なるほどね。ディフェンシブポイントガード。あ、わかりやすいですね。なるほどね。はい。はい、そして、ボランチに入ってくるのが、だいたいここら辺は最年長の、だいたいフロショフスキー選手あたりを中心となって、みたいな感じになるんですよね。もう先ほど言った通り、前線のメンバー、真ん中のオヌアチュ、伊東純也、ボンゴンダ、トルストベットっていう前線の4人が、今、ベルギーの中でも、ちょっと最近の中ではトップクラスだって言われてるぐらいの前線の4枚と言われてるぐらいなので、はい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 、もう変化はこの4人に根気させとけばいいみたいなもんなんですよ。うんうん、攻め切っちゃうんだ。そうなんです、うん、なんでボランチの2人は大体こうバランスを取る役目だよって感じになっております、うんうん、なるほどね。ただ、なんかやっぱね、このコロナもあってか、ちょっとどうやらこの夏の変化を皆さんは、キャンプがちょっとうまくいかなかったみたいで、ほう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 、まあ、どっちつかずの気持ちでね、怪我もしたくないだろうし。そう、あと、多分ね、移籍の話もあったから、ちょっと浮ついた可能性もあるんですけど、ちょっとふわっとしちゃって、そのトルストベット選手とか、オヌアツ選手が、ちょっとなかなかコンディションが上がってこないと。なんで、右に伊東純也、左にボンゴンダ、そして真ん中には、今回加入したトレゾールという選手が入ってきて、トレゾール。はい。はい、で、あとはセンターフォワードの位置は、オヌアチュだったところから、他のね、若手の選手たちで今ちょっとね、争ってるみたいな感じには、なっているチームに。なるほどね。ここからまたちょっと動くかもしれないってことなんですね。うん、そうですね。いやなるほどね。これがベルギーの仕組みといいますか、ベルギーリーグのこう役割でもあるわけですね。そうですね。排出していくという。だ21、2ぐらいでやってきて、24ぐらいで主力としてなって25、6で出てくみたいな感じですよね。ねえ、うん、なるほど、よくわかりました。はい、ということです。あとね、そんな中でリーグ戦のね、頂点を極めつつあるわけでしょ、毎年ね。それすごいですね。そうなんです。はいはいはい。そして一応戦術のところもちらっと見ていただければなと思うんですが、うん、はい。真ん中にいる、トップ下のトレゾール選手という方が、基本ウイングもできる選手なので、はい、実はサイドの方にちょっと流れていく性質を持っているトップ下の選手なんですよ。ほう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 。ただそうすることによってトレゾールが右に流れる左に流れるなんてことやると、伊東純也やボンゴンだとポジションを変えるってのがあるので、なるほどね、相手の方々誰がどこやねんみたいな感じで、堂安と久保みたいな感じですか。そういうことなんです。そしていずれの方も、ドリブルで打開できる方々だから、なるほど、そう連携とかじゃないんですよね。もう一人で何人俺ら抜いていこうかっていう、
そんな感じのチームだと思っていただければいい。そしてこのチームはやっぱね、両サイドバックがすごい面白いので、このチームサイドバックと、ウィングの選手なんか見ていただければいいんじゃないかなと思っております。なるほどね。でもなかなかベルギーリーグって見にくいんでしょ？どこで見れんのかな？だぞー！絶対見よう。ありがとうございます。ということでした。はい、みんなで見ましょう。ベルギーリーグということでございまして、ヘンクのね、はい、台所事情先生に教えてもらいました。ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。グッドボタンで応援していただきたいと思います。いろいろやってますね、毎日やってますね、ぜひよろしくお願いします。井上真でした。ノーミル佐藤でした。先生皆さんありがとうございました。それではまた、はい、またよろしくお願いします。バイバーイ。